どうもこんにちは。ブログの川野村です。今日はブログデザイン制作側と受け取る側の視点の違いがはっきりと現れた事例というお話をしたいと思います。これはつい先日私が実際に体験した失敗談になるんですけども、ここから少し学べることがあるかと思いますので、あなたにシェアしたいと思います。どんな失敗をしてしまったかというと、私先日ブログのヘッダーを作成させていただいたお客様がいまして、そのお客様のヘッダーっていうのは大体こんな感じのレイアウトなんですよ。右側にお客様の顔写真が貼り付けて、で、込み出しがあって、で、下に説明文があって、電話番号などがちょちょっと表示されていて、でですね、一番重要なブログタイトル部分、ここに大きく表示してるんですけども、特定されないようにちょっと丸々とさせていただきますが、丸々コンサルティングというですね、ブログタイトルだったんですよ。でも、ちょっと今お気づきですよね。んが抜けてます。んが。コンサルティグになってしまっています。実際にですね、このお客様に私はこの状態で納品してしまったんですね。ブログデザイン、ヘッダーを。で、このお客様も気づかなかったんですよ。私も気づけませんでした。基本的に私はですね、このヘッダーに掲載する文章っていうのは、お客様からメールでお送りいただいたものをそのままコピーして、そのまま貼り付けて使用するんですね。私がこうやってカチャカチャって文章を入力することはまずなくて、お送りいただいた文章をそのままコピーして貼り付けています。こういった誤字脱字がないように、そのようなコピー&ペーストという手法をとっているんですけども、こんなに大きなブログタイトルのですね、脱字に気づけなかったんですよ、私とお客様は。で、この間に何度も修正してますからね、4回ぐらい修正を重ねています。この文章をちょっと変更したいですと、また別の文章を送りいただいたりとか、で、その次に電話番号の位置をちょっと上にずらしてほしいですとか。で、決定的なのはですね、ブログのタイトルの色を明るい青からちょっと黒っぽい紺色に変更してくださいというご依頼もいただいて、実際に私修正してるんですよ。青色から紺色に。ということはですね、私もお客様もこのブログのタイトルをしっかりと見てるはずなんです。しっかりと見て、あ、やっぱり青じゃなくて紺がいいんじゃないだろうかと、そう感じられたから私に修正をご依頼いただいたんですよね。で、私も修正する際に、青から紺に修正する際に見てるんですよ。それなのに「ん」が抜けているという単純な簡単なミスに気づけなかったということです。でも、実際に4回ぐらい修正を重ねて、お客様はこれで OK ですと、気に入りましたので購入させてくださいということで、料金をご入金いただいて、で、実際にブログに設置させていただきました。まだ気づいてません。まだ2人とも気づいてません。で、ブログに設置してわずか4時間後にもう一度ご連絡があったんです、私のところに。宇田さん、すいません、今気づきました、運が抜けてました、すいませんが、ちょっと運を付け足してくださいというご連絡いただきました。で、それは読者さんから指摘されたらしいんですよ。ブログのどこのお客様のブログの読者さんから運が抜けてませんかというようなご指摘があって初めて気づいたんです。で、そこで私にご連絡いただいて、私もそこで初めて気づきました。これですね、制作者側と受け取る側、要はブログを見る側、客観的に見る側、この視点の違いがはっきりと分かりましたよね。制作者側っていうのはどうでもいいところをこだわってるんですよ。その受け手にとってはどうでもいいところ、例えば先ほど電話番号が少し上にあろうが下にあろうが全く関係ありません。その見る側にとっては青色だろうが紺色だろうが全く関係ないんですよ。もともと青だったらそれはそれで OK なんですね。青と紺色を比べたわけじゃないですよね、その見る側っていうのは。紺色なら紺色しか見てませんから、別にそれはそれで OK なんですよ、何色でも。でも、いざ制作者側に立つとですね、制作する側に立つと、細かいところに気になってしまうものなんです、皆さん。この文字の位置を少しだけずらしたいとか、写真を少し右にしたいとかですね、
そういうところにこだわってしまうんですけども、それはあくまで制作者側の目線で見ているということを忘れないでください。受け取る側にとって一番重要なところっていうのは、何を伝わ、そのヘッダーからデザインから何が伝わるかってことなんですね。色とか配置とかじゃないんですよ。その読者さんはもちろんこれ読みますから、しっかり色じゃなくて文章を読んでるんですね。制作者側は色を見てましたが、受け取る側は文章を見てたんですよ。ということで、もうこんな運がないってことなんてすぐにわかりますよね。これ私今回ですね、本当に毎回誤字脱字っていうのは本当に気をつけて何度もチェックしてたつもりなんですけども、なぜかこんな一番大きなところを見落としてしまったということで本当に反省してるんですが、これからですねヘッダー、ブログのデザインを作成しようとお考えの方、もしくはこれまでにヘッダーをすでにオリジナルデザインを持っている方、ここで少し立ち止まっていただいて、本当にこのデザインはお客様、その読者さんのためのデザインなんだろうかと考えてみてください。あくまで自己満足になっていないだろうか、これは本当に読者のことを考えて作ったデザインなんだろうかと、ちょっと一度ですね自問自答されてはいかがでしょうか。どうもありがとうございます。